今日は母子手帳を持ってきてくださいって言われたので母子手帳を持って初のサンフジに向かっていきます。顎を引いて丸まってる感じです。ちょっと今急いでおりますが、どこに行くんですか？アメリカ。ゲットがひどい。それは問題だ。女の子だったかもしれない。今日ヨーグルトをね、食べてね、いちごとバナナのヨーグルト。ベースダイエット中だからね。今から。ねえ、体良くなってきてるよね。キッチン来たら口すぎます。いい。私は前髪をちょっと直して、靴下履いて。今日は母子手帳を持ってきてくださいって言われたので母子手帳を持って初の産婦人科に行きます。赤ちゃんに問題がないといいんですけど、毎回ドキドキします。毎回ドキドキ。自分で赤ちゃん元気だなって自覚がないから、ちょっと前髪がキモいなけど、旦那氏も一緒についてきます。ちょっと頑張り、こんな機会ないので、この日は来てもらえると嬉しいなと思っております。最近は便秘なので、ね、フルグラを食べてるんですよ、ね、フルグラが便秘にいいってお母さんから聞いたのでフルグラを食べてます。ではじゃあちょっと時間がないのでこの辺で行ってきたいと思います。行ってきます。あ、落ちて。ここ顎ぐらいですかね。なんとなく、まだ動いてると分かるんだけど、写真にするとは思わないかもしれない。形的には問題なさそうだね。すごい。順調ですよ。見える範囲で気になることはなかったです。はい。
ああ、今日初期検査をしていきますね。妊娠に、ね、影響するものの検査を取らせていただきますので、はい、若干折りの長くなりますので、それで心配されないでください、はい、もし漏れたりお腹痛いときはお電話して大丈夫ですので、はい、性病だったら浮気だね。こちらの診察終わりで、あと血液検査がありますので、はい、またご案内します。はい、下がります。元の姿勢に戻ります。重要のお知らせがあるまで、どのままお待ちください。はい、ということで帰ってきました、はい、まあ、あれから数日経ってるんですけども、髪型が違います。うん、かっこいい感じよね。聞いたてだからね。聞いたてだからね。そう、聞いたて、聞いたばっかり、ほやほやね。ということでさ、あの旦那氏は初めて、そうそう、見た。はい、どうでしたか。ちっちゃかった。まだちっちゃかったね。まだちっちゃいね。ちょっとよくわかんないね。すぐわかんなかったね、うん、っていうのがもしかしたら映像だけかもしれないね。そうだね、まだね、実際見てないからね。そうだね、うん、気のせいかもしれないね、っていうのがね、感想だったらしいです、うん、まだあれではわからないね。わかんない、出てこないのかね、うん、まあ、もうちょっと動き出して、こうやって動いたら、あー、感じたらね、うん、わかるかもだけど、あれではちょっとまだわかんないね。うん、楽しみだね、じゃあ、うん、まだ男か女かもわかんないね。そうだね、うん、まだわかんないね。ついてるかついてないかでしかわかんないからね。そこがね。だからギリギリまで男の子かと思ったら女の子だったとかね。ちっちゃいだけかもしれない。そうそう、あるかもしれないから、うんうん、ね、それは楽しみ。めっちゃちっちゃかったら困るね。困るね、将来ね。いや、でも大きくなるでしょ。え、でもそこの時点でちっちゃかったらちっちゃいかもしれないよ。そうなの。分かんない、知らないけど、かわいそうだね、じゃあ。かわいそう、分かんないけど、ネタにされちゃうじゃん。あー、まあ、うん、生まれてくる1ヶ月前までちっちゃすぎて女の子だと思われてたよって言われたら嫌でしょ。まあね、どっちかと言ったらもともと大きい方がかっこいい感じがするよね。立派な感じあるよね。いいかもしれないのに、見えないほどちっちゃかったら、確かにあれだから、はい。え、でもなんか 3D とかで撮れるさ、いいやつあるよ。 4D ね。 4D、うん、え、 4D だよ。もう一個何、もう一個何って、え、 4D の4個目何。 4D って言うよ。でも 4D 色、あ、色、え、 4D って言うよ。こうやったら 1D が点じゃん、 2D が線じゃん、 3D が立体じゃん。4個目何、もっと立体、もっと立体。4D って書いてない、なんか、え、よく見るの。それ違うでしょ、あの映画とかでしょ。違う、4、違う違う違う、エコー 4D 撮ってもらいました。え、何 4D の4個目。匂いでもわかんの。嫌だね、匂いは嫌だ、ね、映画館で 4D って言ったら匂いわかるじゃん。確かに、うん、動いたり、そうそう、あれが 4D。 あ、じゃあ動いたりが見えんの。3つプラス、まあ 4D って本当はなんか時空とかだと思うけど、わかんない、そうでした、はい、まだわかんない、まだわかんないということで、ね、うん、これからが楽しみです ね、もうちょっとしたらわかるね。はい、ということでこの動画を見てくださってありがとうございました。よかったらいいねとコメント待ってます。またね。尺短い値段な。ちょっとな。いや、結構出てますよ、最初から。あ、そう、実は、はい、ちょっとだけな感じ。今、今日久しぶりに来れないです。